番組源氏物語好きな源氏。まずはここまでのあらすじ。青年となった源氏の君は先輩貴族たちから様々な恋の話を聞き、女性にもいろんなタイプがいることを知ります。そしてある夜、たまたま立ち寄った下級役人の屋敷で、その妻の年若い美女と無理やり一夜を共にするのでした。隙間源氏第3回、うつせみの巻です。うつせみってどんなセミ？源氏の君はその年若い人妻が自分になびいてくれないことに苛立っていました。そこでいろいろ策を弄して、もう一度こっそりとあの屋敷に忍び込むのでした。影からこっそり覗いていると、あの年若い人妻ともう一人若い女性が碁を打って遊んでいます。若い女性は前妻の娘です。少し派手であまり行儀が良くないけれど、ふっくらとした朗らかな美人でした。みんな寝静まった頃を見計らって、源氏の君はそっとあの人妻の部屋に忍び込みますが、彼女は人が入ってくる気配を感じて、上着も着ずに部屋を抜け出してしまったのでした。そんなことは知らない源氏の君は眠っている影に声をかけます。実はその影は若い方の女性だったのです。人違いだったと分かったものの、何もせずに帰るわけにもいかないので、源氏の君はその若い女性を口説くことにします。ですが気乗りもしないので、ことが済んだらすぐに自分の屋敷に帰ってしまいました。人違いされた若い女性は軒場の荻と呼ばれます。上着一つ残して抜け出した女性のことはうつせみと呼ばれます。うつせみとはセミの抜け殻のことです。源氏の君は家に帰ってからも、私があの下級役人より劣るというのかと不快に思いながら、セミの抜け殻のような彼女の上着を抱きしめて悔しがります。ひどくプライドが傷ついたようです。次回、隙間源氏第4回は夕顔の巻、豊島の恨みは半端ない。お楽しみに。